皆さん、こんにちは。先ほどですね、BRK のナイフの保証修理のお話をさせていただいたんですけども、ちょっと言い忘れたことがありまして、続けてビデオを撮ってるんですけども、シースですね、 BRK のシースの方も保証対象になってますんで、ナイフだけじゃないですよ、シースの方もですね。で、まあシースのタイプもいろいろあると思うんですけど、まあこういう入り口が切れたりとかで、フラップがあるものであれば、こういうフラップがついてるものでフラップ切ってしまったとかで、あとは突き刺してしまったとかで、こういうブッシュクラフトシース系のタイプ、こういう作りの場合だと一番多いのがここですね。ここが糸が切れて接着剤剥がれてペロっていう風になったりとかで、まあ上の方もあるんですけども、どちらかというと下の方はなりやすいですね。で、こういった修理交換っていうのもしていただけますね。で、修理と交換を決めるのは最終的には BRK の生産マネージャーの方の判断で決めるっていうようなことを言ってます。保証の方がそういうアナウンスしてくれると思うんですけど、何かあった場合っていうのは。それなんで、まあ一応一番いいのは、まあ何かあった場合っていうのは、まあワランティーの方に一度メールを送った方がいいと思います。まあ自分の大事にしているものっていうのを長く使いたいですし、まあ、生涯使っていけるものだと思いますね。まあ、それはナイフにしてもシースにしても全てだと思います。BRK 自体がそれを売りにしてますんで、全然悪いことではないと思いますよ。では、そんな感じになります。ありがとうございました。